皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の貴子録のテーマは普通じゃないは褒め言葉ということについてお伝えしていきたいと思います。多数の中に埋もれるような形で人と同じようにする、目立ってはいけないっていう教育を受けてきている方も多くいらっしゃると思います。そうすると普通でいること、要は目立たないことっていうのが体に刷り込まれてしまっているので、ちょっと変わったことをしようとすると、自分の中でブレーキをねかけてしまうっていうことが多いんですよね。で、私自身の生活でいうと、自分がそもそもそんなに環境、家庭環境も含めてなんですけど、普通っていう状態で、育ってきていないので、逆にそれは個性だなというふうに感じているんですね。で、個性があるっていうことは、目立つことになりますので、人によっては例えば叩かれるとかですね、いじめられるっていうこともあるのかもしれないですけれども、私はどちらかっていうと、自分がその人と変わっていることを好む体質だったし、普通じゃないって言われるのは普通に褒め言葉として聞いていたので、個性的っていう意味でですね、で私はその自分のアイデンティティっていうのを小さい頃から自分で大事にしていたし、それによって行動するっていうことの、自分の行動に対して責任を持っていたっていうか、そういう感覚だったので、だから逆に批判のしようがないというか、そういうオーラが小さい頃から出ていたのかもしれないんですけれども、普通じゃないことに対して私自身がそれを喜ぶ体質だったので、普通じゃないよねって言われると褒められたって思ってですね、だから逆に持つ個性、普通になっちゃうことの方が自分としては面白くないなと思っていたので、変わったこととかをね、果敢にチャレンジをしていく体質でした。なので結果として新規需要を開拓とかっていうのは普通じゃないことをやっていかないとダメなので、要は今までにあったことを焼き直しでどうにかなるケースはあるんですけれども、大概その世の中になかった価値のものを生み出したりとか、新しいものを世の中に提供していくとか、そういった側面においては普通の考えだとなかなか難しい場合が多いんですよね。そう考えると、私が普通じゃない思考で育つことができたっていうのは非常にラッキーだったし、親にも感謝しなきゃいけないことかなっていうふうに思ってます。だから今現在私ってなんか人と違っちゃってるし、なんだか生きにくいなっていうふうに思ってる方がいらっしゃったら、それはむしろ個性だと受け止めて、自分を思い切り肯定してあげる方が多分楽だなと思うし、普通って何なのっていうことで言うと、皆さんがそれを普通と決めてるからそれが普通になってるっていう感じなので、日本国内での常識は海外に行くと常識じゃなくなりますから、そういう観点から考えてみても、要は自分は自分であるというアイデンティティを持って行動していくっていうのが結果として自分自身として幸せになっていく一つの生き方なんじゃないのかなというふうに思っています。それでは